イメージフロムハウ、エス・ヒストリカル・コレクション、ジョニー・アップル・シードは、アメリカ合衆国初期の開拓者の一人であり、実在した人物である。西部開拓期の伝説的人物の一人として、現在も様々な逸話や伝説で語り継がれている。マサチューセッツ州レミンスターに生まれた、彼は、成人すると、リンゴの種を携えて、西部の開拓地一帯を回り、 エマヌエルスベーデンボリの著書を手に新ンイされ無教会の教えを解きながら、オハイオ州、インディアナ州にリンゴの種を植えて回ったという。ヘンリー・ハウの著作物には以下のようなエピソードが記されている。彼は失素で親しみやすい人柄と行為によって多くの人に慕われ、死後も開拓者精神を代表する人物として、数多くの逸話や伝説が残っており、現在も、 小説等の題材に取り上げられ、親しまれている。1948年に公開された、ディズニー制作のオムニバスアニメ映画、メロディタイムの一編に、リンゴ作りのジョニーがあり、ジョニー・アップル・シードを主題としている。この映画では、スウェーデンりの著書ではなく、単に聖書としている。また、ジョニー・アップル・シードの伝説が広まるにつれ、ジョニーの歩いたエリアは、ペンシルベニア州。 オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ケンタッキー州と広がっていった。アメリカ合衆国では、ジョニー・アップルシードの期日として広まった3月18日、誕生日の9月26日は、ジョニー・アップルシードの日として記念日となっている。アップルでは、WWDC 等の発表会で人物名のサンプルとしてよく彼の名前をもじった、ジョン・アップルシードという名前を使っている。 ありがとうございます。